週も全日本プロレスの魅力をたっぷりとお届けしてまいります。今週はですね、リクエストをいただいた中から2010年に行われた伝説的な名勝負をお届けいたします。その名も敗者ユニット解散キャプテンフォールイルミネーションマッチ、小島聡選手、ゾディアック選手、甲斐選手、大和洋選手対タル選手、レネ・デュプリ選手、ミノル選手、歳三選手の試合をお届けいたします。アンケートを皆さんに毎回コメントいただいてますけど、見つけた瞬間にあこれあったなってすごい思い出しましたね。本当に F4 っていうチームを応援してましたし、まあ結果はまた後で見ていただければと思いますが、まずは F4 について、ご説明していきます。フレンド、ファイト、ファン、フューチャーという4つの F から成り立つこの F4 というチーム、今でもなかなか珍しい全日本プロレスと新日本プロレスの超党派団体を垣根を越えた、チームとして存在しておりました。この2008年の頃に、そもそも小島聡選手がタル選手と決別し、グリーンマダーズから脱退するところから始まって、その孤立した小島聡選手を救出するところからこの F4 というチームが結成されることになります。本当この2008年っていう年はですね、結構本当いろいろ新日本プロレスと交流が盛んな年でした。武藤敬司選手がですね IWGP ヘビー級のチャンピオンベルトを持っていたりとか、以前もご紹介した諏訪間選手対棚橋博史選手のチャンピオンカードの決勝戦、あれも2008年の出来事だったりします。この後の流れなんですけど、結成時はですねゾディアック選手いなかったんですけども、2009年、ゾディアック選手のブードゥーマーダーズから離脱するという、ことがあり、そこを救出した小島聡選手並びに F4 のメンバー、そのまま流れで F4 に合流することになります。はい、というわけでですね、本当ベビーの揃ったチームということで、全日本プロレスの中でも本当ヒーロー集団的な存在であったかなというふうに思います。対するブードゥーマーダーズ、2005年結成、メンバーはですねタル選手、レネ・デュプリ選手、ミノル選手、歳三選手、そしてスーパーヘイト選手、あとジョー・ドリュー選手も加入しておりました。ちなみに元メンバーというと、やはり主だったところは諏訪間選手、近藤選手、ブラザー・ヤッシー選手、あとジャイアント・バーナード選手なんかも、本当そうそうたるメンバーですね。もうここを抜けた選手はみんな WWE だったりとか、団体のベースだったりとか、本当そういうレスラー育成機関としてもとてつもなく優秀なんじゃないかと。そしてこのドゥードゥーマーダーズといえば、過去にも ROD を解散に追い込んだ実績がございます。その実績をもって今回 F4 に勝負を挑むわけですね。この対戦カードなんですけど、明らかに1個ちょっと思ったのは、ジョー・ドーリングなんで入らないんだっていうね。ジョー・ドーリング選手いればもっとパワーアップするんじゃないかなと、スーパーヘビーを並べた方が勝率は上がるんじゃないかなと。ということは F4 やっぱりここは勝つだろうというふうに予想していた僕の結果、僕の予想は一体どうなるのでしょうか。皆さんぜひ楽しみにご覧いただければと思います。 F4 ブードゥーマーダーズ解散をかけた戦い。結成当初は小島聡、甲斐、大和洋の3人で活動していた F4 はブードゥーマーダーズに所属していたゾディアックの明るいキャラクターに目をつけて勧誘。トゥギャザーしようぜ、トゥギャザーしようぜ。メンバーを引き抜かれた悪の総帥タルは F4 に対して怒りを抱いていた。その後断るごとに F4 への嫌がらせを続けるタルは 1.3 後楽園ホール大会で爆弾要求。本当だお前、三冠戦10に負けたらもうしょうもない F4 なんか潰して解散すぎや。お前負けたら解散してやる。ただその代わりそっちが負けたらお前ら解散しろ。そして迎えた 1.11 浜北大会、小島はブードゥーの刺客ジョードーリングを相手に三冠王座の防衛に成功。そして約束通りブードゥーマーダーズ解散しろ。らブードゥーの大将は俺やろ。俺とってからそういうねこと言ってもらえるかの小島くん。次のシリーズ F4 ブードゥーどっちが解散するか、解散かけて勝負しようやないか、4対4。この発言を受け、ユニットの解散をかけた4対4イルミネーションマッチが決定。この一大決戦に F4 は小島聡、ゾディアック、甲斐、大和洋の全メンバー、ブ
ードゥーマーダーズはタル、レネ・デュプル、ミノル、星蔵の精鋭メンバーで出陣。キャプテンの小島、タル、そのどちらかが負けた時点で勝敗が決定。その他の選手が負けた場合は試合の権利を失うキャプテンホールイルミネーションマッチで激突する。運命の一戦に備え、 FO は初心を思い出すべく合同練習を決行。共に汗を流し、その絆を確かめ合った。対するブードゥーマーダーズも決戦を前にアジトに集結。今さら練習せなあかんようなね、俺らはまあ別に練習なんかする必要もないし、余裕やし、このブードゥーマーダーズというチームを俺の大門やから、大門潰すわけにはいかんから、命かけてこの大門守るからよ。こうやってベルトを巻くことができたのは自分一人の力ではありません。少しでも自分の試合を見て勇気を持ってくれる人がいるのであれば、頑張って続けたいと思います。フレンド、ファイト、フューチャー、ファンを合言葉に、天性の明るさを前面に出した戦いぶりで観客と共に歩み成長してきた人気ユニット F4。 狂気乱入は当たり前、勝利のためなら手段を選ばない傍若無人な振る舞いで全日本マットを混乱に陥れてきたブードゥーマーダーズ。過去には人気ユニット ROD を解散に追いやった実績を持ち、5年以上にわたり全日本マットに存在し続ける極悪集団。敗者チームに突きつけられる解散という過酷な現実。 F4 かブードゥーマーダーズか、全日本マットから消滅するユニットはどっちだ。タル、ブードゥーマーダーズ、俺たちは絶対に負けないぞ。解散するのはお前たちの方だ。よし、行くぞ俺たち F4。 お前らの解散祝って乾杯や。まあそういうこっちゃ。敗者チーム解散、キャプテンホールイルミネーションマッチ時間無制限。タル、レネ・デュプリ、ミノル、トシゾー VS 小島聡、ゾディアック、カイ、ヤマト・ヒロシ。とうとうこの日が来たな。F4 の諸君、おい、我ら全日本プロレス最強ヒール軍団ブードゥーマーダーズ、今日で負けたらどっちか解散せよ。おお、解散するのはお前らに決まっとけどよ。おい、お前らよく聞いとけ。前回キャプテンホールマッチやったけどよ、今回は解散がかかっておね。ただのキャプテンホールマッチ、俺と小島が取られるだけじゃおもんないからよ。完全決着や。前回はオーバーザとプローブの変なルールあったけど、今回はそれなしや。お前か俺かどっちかが取られるまでこの勝負つけへんからな。まあ今日は歴史に残る試合やからよ、よー目ん玉見開いて見といてや。まあそういうこっちゃ。負けたチームは解散です。メインイベント時間無制限、キャプテンホールイルミネーションマッチのスタートです。春の提案でキャプテンホールマッチがスタートします。キャプテンがホールされた時点で試合が終わり、負けたチームは解散。生きるか死ぬかの生き残りバトル、当然サッカーを持って臨むでしょう。さあそしてこのいでたちはタルだ、ブードゥーの総帥タル。いよいよその戦いが始まろうとしています。
している。おっと、これはたった勝利の儀式なのか、あえて自分に気合を入れたんでしょうか。いやー、おさむさん、はい、ちょっと不気味ですね。なんかもうね、この白いね、はい、コスチュームっていうだけでね、はい、タンの決意が見てくれると思いますよね。そうですね、ある中小族に見えますしね、はい、それだけの覚悟を持ってこの一戦に臨むということでしょうね。はい、全日本ナンバーワン人気ユニット F4、 さらなる戦いに向け気合を入れて、大和ヒロシ対ゾディアック、そして三冠王者小島聡、チームカラーのオレンジ一色、F4 の入場です。青コーナー、ブルーマダーズ身長体重ですね、トシーゾーン、身長体重ですね、ビノーレイ、身長体重ですね、ジェレー・デュプリー、身長体重ですね、タウルー、この4選手舞台で出身、ブードゥーマーダーズ、一方、宮川さんと大和ヒロシ、宮崎のパンとカイ、宮川のパンとゾリアス、ゼイゾリア、宮川のパンと小島、F4 4対4、敗者チーム解散、キャプテンホールイルミネーションマッチ、 F4 キャプテンは小島聡でございます。キャプテンは F4 小島、そしてブードゥーはタル、2005年1月に結成されたブードゥー、そして2008年8月に産声を上げました F4 ユニットの生き残りをかけてのサバイバルバトル、生き残るのは果たしてどっちだ。F4 対ブードゥー、どちらかのチームが消えてなくなります。さあ、対象同士か、キャプテン同士がまず交わります。時間の制限、今戦いのゴング切って落とされました。さて、おさむさん、はい、この両者、タルか小島がホールされた時点で試合が終わりで、はい、負けたチームは消えてなくなるわけですよね。そうですね、でもね、はい、今日のタルはちょっと違いますよ。と言いますと、まずいつもの試合だったら、はい、選手コールの後にマイクで悪態をついてそのまま試合に当たり込む、はい、それもやらなかったですし、はい、ね、いつも水をぶっかけているファンの人に逆に水をかけてもらうというね、はい、なんか決意感じますよね。そうですね、そこは不気味ですね。なるほど ね、何か秘策はあるんでしょうか。まあ、あとはね、はい、ブードゥー側にはね、はい、ヘイトがセコンドにいるん で、ね、4対4ではなく実質4対5になる可能性もありますよね。フォアも準決メンバー4選手当然4人しかいないわけで、この辺りがどう響いてくるのか、作用するのか。さあ、場外戦となりました。お気をつけください。天童氏、ハルト小島、さあ、激しい実戦となっている。これはすごい迫力。お下がりください。メートルクラスのお気をつけください。大物が今放送席のすぐ後ろ、リングの中は誰もおりません。まだリングの中で試合を行う前ですね。ちょっとお客様総立ち、立った状態で観戦。まるでもう戦、戦国時代の戦いのようです。お気をつけください。どちらが陣地を守るのか、その戦国時代の戦いそのもの。
絶対に負けてなるもの、負けは許されません、この戦い。さあ大将同士のリングに上がりましたよ、はい、そうですね。ここで決着がつけばその瞬間に試合が終わる。そして負けたチームは解散。さあ強烈な逆水平のチョップ。どうした試合展開が待っているんでしょうか。強烈なチョップの雨あられ対角線に思い切って振っていく。俺は三冠王者だぜ。先ほど浜が三冠への王者挑戦を表明しました。しかしまずここを片付けていかなくてはなりません。小島さとし、小沢さん、ブードが飛ばしてませんか。もうタルもそうですが、他の面々も完全に小島だけを見ているような感じがするんですよね。そうですね。でもそれが正しい攻め方ですからね。これでいいわけですね。あの他の人間を倒してもね、例えば倒して、はい、タル一人が取られたら負けなわけですから、それだったら小島を取るのがやはり。ああそうかそうか、なるほど、最初からもう走って、とにかく強敵なる一人を打ちのめすのみと。だそれこそ戦国時代に例えれば、はい、大将は奥に引っ込んでて、はい、先兵役が上がっているわけですけど、早くも大将を引っ張り出しているわけですから。そうですね、後ろの最前線まで大将を引っ張り出したブードゥーマーダーズ。大将の首さえ取れば勝ち。強烈なるキック。で実はトスオは肉体改造で体が大きくなってるんですよ、はい、あそうですか。今絞る人が多いじゃないですか、はい、逆にトスオは胸板も厚くなってきてますし。あなるほど、確かに二の腕あたりが太くなっていますね。そうですね。でしかもまだジュニアのウエイトをキープできる範囲でやってるというところが ねまたあの計算づくのところなんですけどね。はい、大将自ら出陣しました。 F4 今のところペースはブーブーのペース。三冠王者小島ちょっと劣勢。レネ・デュプリ、まあ長野さん、このレネのですね、はい、変貌ぶりもちょっとびっくりしますね、なんかねちょっと変な感じでね近寄ってるんですよね。そうですよね、以前は非常に明るいキャラクターだったんですが、ちょっと近づきがたい、日本好きの、ね、高青年という感じだったんですが、今なんか練習前のね、はい、あの試合前の練習にしても、はい、ちょっと不気味なんですよ、ね、さあそしてこのブーブーから F4 へ来たのがこのゾディアックです。もうゾディアックポーズで一世を風靡したといっても過言ではないでしょう。おおビッグブーツ、ボールの体勢。最初は怪奇派レスラーでした。しかし根底にあったのはこの明るいキャラクター。今は伸び伸びとファイトをしているジョーブスラム。ホール、どうだ、カウントは2カウント。このゾディアックの加入は大きいですよね。そうですね、おっとヘビー級ですね、はい。さあそして中に入る、あ今度はゾディアックに対しまして3人での攻撃。よしかしゾディアックが1人で3人を相手にしている。おお放り投げる。さあ今度はゾディアックも、あかつての大将だ、タルとゾディアック。あここで手を出したヘイト、これがあるんですよね。流れ変わりましたよ。変わりました、一気に行くかと思いきや、さあここで今度はレネ・デュプリだ、飛んだ、抑えて、あっと、さすがゾディアック退場。実質4対3なんですが、これ5対3と見てもいいですよね。そうですね、今のはね、はい、まあ言い方悪いですけど、はい、ヘイトのファインプレーですよね。そうかもしれませんね。さあ F4、 まずは1人取って、まずは盛り返したい。当然タルさえ取ればいいわけですから。しかしここはどうだ、3人でいきます。ドラップキック、さあヤマトとカイガ両コーナー、まずはボディアタックを見せる。カイガミサイルキックを放てば、こちらのゴール1回転、これが三冠王者の底力だ。カウントスリー、レネ・ジュプリ退場。
3対3。さあ栃蔵が俺に任せろと。ああ、かつてねこの2人も、この2人も、はい、因縁ありましたよね。今度は世界ジュニアに挑戦するまで成長しました。前回も素晴らしい戦いがあった。はい、まあ、あのカズがね、はい、あの一番苦戦したあの防衛戦だったって言いましたからね。そうですね。肉体改造にも成功、この山田博。いざ強烈エースにあるバチバチファイター。さあそれに対してどうだ、スピア山田博。さて今回こちらさんとしも出てきた強烈なる逆水平。さあ引っ張り込んだ自分のコーナー。 FO のオリジナルメンバーです。FO にしてみたらね、あんまり時間をかけずに勢いに乗って、はい、短時間で仕留めたいところですよね。あ、そうですよね。そうしないとまたルールにつける隙を与えてしまいますよね。確かにね。セコンド陣の動きにも注意を配っていかなくてはなりません。さあ海が対角線には来る。逆に振っていったのが後ろ。足を取る。ああ、レフェリーの下気をつけました。どちらかのチームの命日となってしまう。貝が捕まった。さあ今度はミノル中に入ります。16年目。どんなファイトでもできますこのミノルです。前に出ていく。おお、一人で3人相手にしておりますが、あまり深追いをしない方がいいでしょう。そうですね。ここは甲斐の頑張りに期待したい。正面から行く。顔面を捉えます、ミノル。すると2人も入ってくる。さあ、ここは分断だ。が決めてしまうんでしょうか。これをかます。さあ今度はどうだ、円錐切り。円錐切り中に入る大和。さあここはチャンスです。 F4 チャンス。ここはいい形の連携使いたいですね。さあこちらも中に入った。1対3。一気に決められるか。先に取られたのが F4 でした。そして追いついた。さあ今度は先制するチャンス。スライディングキック大和。ミノルと甲斐です。F4 チャンス。タルを中に入れない。甲斐が一気にいくか。さあトップロープに上がる。ああ、しかしまだ死んでいませんでした、このミノル。いや、死んだふりでしたね。いくぜー。セカンドロープからブレンバスターの体勢か。いや、違いますね。フィッシャーが。でもロックしてますね。リストクラッチ式ですね。はい、パンチで。今度はどうする。おー、さあ、解放から前に落とした。フットスタンプ。強烈。相手の胃袋を攻める。タイガーどうだ、取ったか。カウントは2です。カウントは2カウント。時間の制限で行われます。キャプテンが取られる前だ。取られるまで続きます。とにかくキャプテンをコールしなくてはなりません。LAT ですかね。さあ出した。 LAT でカウントは、おーっと跳ねた。これでも決まりません。今完璧だと思いますよ ね、 そうですね。いい角度で入った。さあとどめはブラッシュブラッチャー。ダッチ足がもろに最後の最後まで引きつけていました。やはりただものじゃないですね。ランニングジャンピングハイキック危ないぞ。今度は海外危ない。ジャーマン
投げっぱなし。この状態で頭からめり込ませる。ミノルはカウントはアウト2、カウント2、よく耐えた。ハイも頑張りを見せる。カウントは2カウント。乱戦の中でも今日はなんか違いますよね、みんなね。ものすごい意志を感じます。外めのハイキック、これでどうだ。しかしレフェリーはカウントが叩けません。今叩いて2、カウントは2。いや、本来だったら返したかもしれませんね。ちょっと間がありました。しかし今度はミノルが抑えて、さあしっかりと抑えていく。お、どうするんでしょうか。何かしっかり出していました、ね、はい。スイッチを出した。その間にミノルがトップロープに上がる。さあ狙いを定めてファイヤーボール、スプラッシュ。これは完璧に決める。カウントめっちゃ大退場。さすが勝利ですね、はい、これはね。再び3対2、リードはブール。しかしキャプテンもゴールすればいいわけですから、まだまだなんとかね、一方はタルを引っ張り出したいですよね。そうですよね、まあ、タル温存策に出ているんでしょうかね。あまり中には ね、 そうですね、入りませんね。ずいぶん休んでる感じですよ。はい、20分経過、20分経過、20分経過。戦い方ブール、さあ突っ込む。ここで今度は大和が上がる。成長著しい大和、スパイダーフロントスープレックス。さあチャンス、今度はウエストンベルトで前のめり倒れてしまった。ベースが掴めそうで掴めません。 F4、F4 ちょっとピンチ。ちょっとこれ流れまずいですね、F4 は。 F4 は小島、そして大和、このただ2人。そして小島を、小島に対してタルマをかかと落とし、股間に命中させる。小島は、ね、気持ちは分かるんですが、不用意にリングに飛び込むとね、はい、結局最終的な狙いは小島なわけですから。そうですよね、あまり不用意に飛び込まない方がいいと思います。あれはもう完全なる温存策。そして今度は一戦、あ、身代わりになりました。なんか小島と天山を思い出しますよね。あ、そうですね。しかし F4 のキャプテン小島、ちょっとダメージを負ってしまった。今身代わりになったことによってちょっと大和ね、はい、きつい状況になりましたよね。そうですね、両サイドから挟み撃ち、あー危ない。顔が歪んだ。そして蹴り強烈、ものすごい音がした。大和危ない、膝、いやー、もろに入りました。今まだゴールにはいかない。フィッシャーマンバスター、足を絡めてどうだ。頑張りますね。小島は場外、転落。危ない、大和が危ない。さあそして放送席の目の前、ミノルが小島を、さあ横からヘッドレイビー、どうだ。カウントは2カウント。これをかわす、バックを取る、ジャーマン、投げっぱなしのジャーマンです。不用意に行ってそこにはタルがいるぞ。今度はレフリーが抑えていた。そして正面、相手の背面から行ったミサイルキック。さあチャンスです。大和バックを取る、どうだ。ジャーマンツープレックスホールド、カウントはダメだ。腕アブロック、
ですよ。体勢振り返る三角三角締め危ない危ない危ない。ああ腕の力がだんだん抜けてきた。危ないぞ。あーっと決まってしまったか。ダメだ。失神ヤマト。ヤマト広司会長。絶対絶命 F4。 小島だけだ。小島だけ。相手は三人。小島さんたちのみでございます。星蔵と。ミノルと本体タルがいる。これはちょっと劣勢ですよね。そうですね、まあ、比較的ね今のところブードゥーのセコンド陣が、はい、あのクリーンなんでね助かってますけど、はい、分かんないですよこうなってくると ね、1対3です。さあ出身しておりましたヤマト場外でも大の字動けません。3人で小島を倒せばその瞬間に勝ちが決まる。サッカーボールキック。ものすごい音だ。ものすごい音。一発一発にもう憎しみ怨念全てを込めて25分かけています。25分経過。時間無制限です。大将を取るまで続けられます。まさに戦だ。でも本当にこれで取られてしまったら全員フォール取られたことになっちゃいますもん ね、小島インスターはね、キャプテンであると同時にね。はい、三冠チャンピオンです。顔面がきむしり。本当にはヘイトがいる。小島が捕まってしまった。ダブルバリアント。この簡単に終わらせてなるものか。小島どうだ。カウント3つ。ゴーアンの勝利。54秒。星蔵退場。星蔵退場でタル・ミノル対小島1対2で変わりました。小島のスタミナがちょっと心配なんですよね。一気に行きたいと思います。坂本最後にこういってまだ危ない。危ない焦ると危ないですね。そうですね。右のハイキックホールはカウント2で重中治。クラッチが離れれば再びクラッチ。あーっとそのまま足をロープに持っていけるか。ミノルが足がロープに届きました。もう満身創痍状態の三冠王者小島。危ない。さあ投げに行くミノル。小島こうなったらなりふり変わらないですね。ゴールだ。もう一度これでカウントは3つ。さあ対だ。対象同士もう差しで勝負ですね。そうですね。4チームの残り選手はキャプテンのみとなります。4チームキャプテンのみとなりました。さあ小島コールがこだましております。戦いの聖地後楽園ホール。格闘技の伝統後楽園ホール。後楽園冬の陣、いよいよ大将同士だ。前に出る小島。
さあ、なだれ式こじこじ勝った。これ聞いたようですね。そうですね、でもこうなったらね、はい、もう両軍とも手出さないでね、はい、一騎打ちで正々堂々とやってほしいですね。そうですね、それが意地があるブラインバスター、垂直落下式。考えてみればね、はい、この2人だってね、組んで世界タッグ持ったんですもんね。あ、そうですよね、カウントは2。一時は龍宮に所属していた時期もあった小島、そして出て F4 を作りオレンジ一色に染めた。気合いを入れて小島が、俺はボールを受けてみろ。しかしタルには意地がある。俺は5年をかけてこの軍団を作ってきた。これがプロの人生すべてを受けてみろ。下がカウントは2、カウントは2カウント。しかも今ブーで介入しなかったですよね。そうですね、ギリギリ自ら、はい、自らの力で返しました。30分経過だ。さあ最後はギブアップ、バイッターを言わせるのか。さあ決めるぞ、蹴り一本返るが、もう一度春にも意地があります。5年間ずっとこのブーズを支えた、そして作ってきた、ある選手を再生させた。殺戮集団とも言われているこの総帥たる率いるブードゥーマーダーズ、小島かそれともタルか。ショートランジのラリアット、今もろに行きましたよ。そうですね、しかし小島もゴールに行けません。ヤマト対ゾリアクが声を荒げている。早くフォールに行ってください。と場内は足踏み状態、本人の後楽園ホールから。さあどこに向かったの、大車連結か、春の意地。ここでね、はい、こういう反撃に出ると思わなかったですね。そうですね、内レスラー、内選手として、さあ総帥たるセカンドロープに上がる。セカンドロープ、さあそこがあったのか、にやりとしました。総帥たる。さあ、担ぎ上げて、タルドリラ。抑えた。カウントワン。いやなんか本当に大きな勝負になりましたね。誰も介入しません。ここも同士の戦い。全国時代の一歳以上だ。
ル持ってますね。やがましいわ。たかがキャプテンホールマッチで勝ったからってそんなに騒がんでもええんちゃうかわい。はなからこれは分かったのわしらが強いっちゅうことよ。お前らもわしらの強さを見に来たっちゅうことやろ。ブルーマザーズっちゅうのはなあえて嫌われ役やってやっとくね。誰が好き好んでお前帰り道にお石投げられたりお前いたずら電話かかってきたり名前も聞かんやつからアホボケ死ねとか言われたりそういうつらいことも全部ひっくるめてわしらブードゥーマーザーズちゅいまんねん。お前らもそうやろ。学校や会社不満がいっぱい溜まってるそういう不満を俺らにぶつけたいからこう人にやるなお前わしらは簡単やから全部お前らのブーイング受け止めてやるよ。よう考えてみわしらをこのブードゥーマザーズの頭から見とるやつは分かるやろ。ブードゥーマザーズっていうチームはよこう見えても絆が深くようちを卒業したレスラーはトップレスラーやぞ。その勝負にこの間あの小島の作品に挑戦して惜しくも敗れたけど正々堂々と戦ったあのジョー・ドーリング今は WWE に上がる予定でございます。そうやってアフターケアも行うブードゥーマザーズぜひ就職難に困ってあふれた方はどうぞブードゥー管理局の方に問い合わせいただきたいと思います。問い合わせ番号は今下に出ております。まあまあまあ冗談抜きでよおう俺はブードゥーはよまともにやったら強いよ。競技なんか使うんでもよ一応簡単にな勝てるからよまあそこを面白くお前らのために見せてやっとるだけの話だからよ。ただ今全日本荒れてるの鈴木みのる船木それから浜それと河野近藤諏訪間お前らももっとブードゥーやろ。何やったらお前ら全員まとめてブードゥーに入ってよ俺がきれいにブードゥー帝国作ってやるからよそっから全日本プロレス振り分けて面白くしてあるからまあブードゥーに来いよ。今やったらチャンスだと思いますけどまあプロレス界これからもっと盛り上げるためにブードゥーは突っ走る予定でおるから今日来てるこの全日本プロレスファンはしっかりブードゥーを応援することやまあそういうこっちゃ。はい、なんかこのね、セットブードゥーが非常にあってるね。まあすごい長い喋りでね、しかもまあ独特の言い回しなんですけど、なんかそこにはね、タルの本当のプロも見えますよね。やっぱり今日の勝利は本当に重いものだったと思うんですよ。その感激がこういうようなね、言葉になってると思うんですけど、さあ、一理あるように聞こえますよね。そんなすごいところですね。これでですね、施設関係から言うと F1 はもう解散です。そうですね、はい、すみません、はい、これはどうなっていくんですかね。その例えば三度目じゃないですか、はいはい、でも今日はもうタルに綺麗に取られてしまった。ブードゥーマザーズでいきます。そういう事実もある。じゃあそこで小島はどうする、はい、ファイヤーマターどうする、ソディアックどうする、はい、まあ、それぞれの道を行くのか、はい、どうするのか、ちょっと今の時点ではね開幕検討もつかないそうですね、いやあれに荒れております。全日本マットをぜひまたご期待いただきたいと思います。
先ほどのファンですよね。水原さんが出てきました。日本バットは今後どうなっていくんでしょうか。ぜひお期待ください。解説は熱血プロレスティーチャー大佐藤和彦さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。実況を見学してお送りいたしました。それではこの辺りで5分のオラコンコンよりお別れです。ごきげんよう。さよなら。いいですか、無料だ。俺らはこんなことでからって喜ぶようなその辺の神経ずっとちゃうね。あ、悪いこともするけどよ、正当なことも言わせてもらう。今のプロレス界何があかんねん。あ、面白ない何があかんねん。あ、その辺見てるお前らよ分かるやろ。そこんところブードゥーが全部ひっくり返してまとめたろっていうのね。あ、こんなありがたい話はないやろ。あ、これから全日本プロレス、いや、ブードゥーマーダーズを中心としたプロレス活動が始まるからよ。そこんとこよく覚えとけ。まあそういうこっちゃ、ブードゥーはまだまだ増殖し始めるからよ。ファンと共に歩き、ファンと共に成長したユニット F4 解散。猛威を振るうブードゥーマーダーズ、全日本マットは一体どうなってしまうのか。はい、ご覧いただきました。ということでですね、 F4 が解散するという涙ぐましい、個人的ですけど涙ぐましい結果になりました。1対3の状況から、頑張った小島選手、1対1にまでしたところでですね、もう一ファンとしては F4 の勝利を半ば確信していたのですが、ここに来てタル選手の脅威の粘りと精神力ですね、そして最後のタルドリが決まった瞬間、終わったかと、返してほしかったな小島選手に。ブードゥーマダーズもずっと好きですし、コンブラが合流した時からもずっと応援してますけども、まあどっちのチームもねなくなるっていうのには本当惜しいチームでしたね。まあただこの時の試合はね、もう名護ことなくタル選手の勝利というのはもう F4 ファン全員がこう目にしたところですので、まあ潔く解散という流れになってしまいました。まあ、プロレスにおいてあんまりこうユニット解散マッチっていうのはね、あんまりないんですけど、まあ、ドラゴンゲートとかではやってましたね、昔からね。まあ、その流れがこう全日本にもこう来て、やっぱりタル選手ももともと登竜門ですし、そういう登竜門文化みたいなのがちょっとずつ浸透していってた時代ですかね。本当にコメントくださった方ありがとうございます。これだけでいい試合をお届けできたかなというふうに思います。そして次週ですけども、次週まだ世界最強タッグ決定リーグ戦が終わった直後ぐらいのはずですけども、ちょっとまだ滑り込みでもう1試合だけお届けしたいなと思います。2008年の決定リーグ戦から小島聡天山広吉組対諏訪間近藤修司組の試合をお届けいたします。こちらコメントでもいただいたんですけども、実はこの年の決勝ではなく予選の試合の方をお届けいたします。ちょっとあくまで僕の位置、僕の個人的なチョイスで申し訳ないんですが、こちらも面白かったのでぜひご視聴いただければなと思います。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。